始まるよ。はい、お願いします。お8月8日月曜日午後7時になりました。松代テレビ局がお送りしますしゃべくり松代第41回、今日はですねスタジオがありますここ松代町歩きセンターのすぐ近く蓮城寺にあります七面山という縁日が開催されております。ちょうどこちらも始まりましたけれどもちょうど放射天国も今始まったところですね。先ほどパトカーが先導しましていろいろ車の規制とかやっておりました、はい、というようなことで、今日も賑やかに始めたいと思います。今日のゲストをご紹介いたします。清泉女学院短期大学の国際コミュニケーション科モニターゼミの皆さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日はいい ね、 ね、 ではね、はい、それでは国際コミュニケーション科の、GCDF ジャパンキャリアカウンセラー講師で経済学博士のすごいでしょ、森田康信先生、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。草食系男子ですが今日は頑張りたいと思います、はい、それからジブリ大好きもののけ姫の持田美咲さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。次は AKB48 大好きの大宮千夏さん。はい、篠田真理子神吉大宮千夏ですよろしくお願いします、はい、今日なんかいつもになくね賑やかでいいです ね、 他に今日はね小沢先生それから、町内の方も見学に来られております。またよろしくお願いいたします。それでは第37回の時にもご紹介をいたしました。街歩きコースの3つのコース、いろいろと作られている学生さんたちをお見えになりました。その学生さんたちがですお客様ですね募集されるんですよね、はいはい、その方々が、街中を歩いている間に、おもてなしをしようということで、ドリンクを開発されている、こちら今日は森田ゼミの皆さんということで、また散策コースのご紹介もしていただきながら新しいチラシもできたんですよね。そうですね、はい、それからドリンクの特徴などもご説明をいただけるということでございます。それでは森田先生、はい、フローズンの方から、あ、ごめんなさい、まだな、チラシができたんですね。あ、はい、そうですね。じゃあチラシのことをね、はい、ご紹介してください。はい、松代町の散策ツアーというものが9月18日ありますけれども、はい、そのルートを3つ、考えておりまして、これは武田ゼミというまた別のゼミの、はい、学生さんが考えているものなんですけれども、3種類ルートがありまして、うん、1つ目はこちらに表示されてますけど食松代ルートというですね、食べ歩きですね、はい、をメインとしたコースのルートが一つですね、はい、でじゃあ1枚めくっていただいて、で、こちらは、作るですね、松代焼きを作ると散策して松代焼きを、焼いてみようという体験のコースがもう一つありますね、はいはい、非常に綺麗なチラシになってますけれども、ね、これは学生さんが作られた、これは月岡さんという方が作られたみたいで、チラシのことに聞くと、15分ぐらい語ってくれましたんで、かなり思い入れがあると思いますね。そうですね、はい、はい、そういうコースが、もう一つありますね。で3つ目が、3つ目が、写真ですね、はい、いろんな名所、すごい美しい、はい、景観のある場所がたくさんありますので、はい、そこを写真を撮って、コースを回って、で最後、はい、街歩きセンターで現像までできるっていうコースが、はい、もう一つありますね。はい、現像ここでデジカメであれですよね。あ、デジカメで閲覧でしたね。はい、はいはい、までできるとやるというコースでね。はい、はい、本番が9月の18日。はい、はい、松代城下町松代で若者による若者のための街歩きイベントということで。はい、NPO 夢空間、松代の街と
心を育てる会と清泉女学院短期大学の学生さんコラボで企画をしている内容をご紹介いたしました。その時のコースの参加者の方に先ほどもご紹介しましたおもてなしをするということでジュースを開発された、なんか名前が決まったらしいですね。あ、そうですね、はい、名前がですね、はい、長芋のジュースとあんずのフローズンが、はいはい、あるんですけれども、はい、フローズンが名前何なんですか。フローズンがですね、濃厚あんずちゃんと言いますね。女の子っぽいですね。女の子です、はい、濃厚なんで、でも肉食系女子ですね。肉食系女子、はい、なるほどイメージしてますね、はいはい、でもう一つがすっきり長芋くんというですね、はい、男の子、男の子っぽいですね、草食系の方ですね、はい、草食系の、ま、みんな草食、ああ、そっかそっか、はい、はいはい、ということで、はい、という2つの、はい、じゃあ森田先生、あんずちゃんとそれから抹茶の方の、長芋をご紹介してもらえますか。はい、わかりました。はい、ですね、まあ、あんずフローズンですね、まあ、あんずっていう松代の特産ですね、はい、を、まあ、使った、フローズンを考えまして、はい、フローズンっていうと私ではあんまりこう馴染みがないんですけど、どんな形の形状といいますか、はい、そうですね、まあ、うん、なんと言いますか、まあ、ヨーグルトのシャーベットに近いような形ですね。なるほど、はい、で、まあ、ポイントはそのあんずが効いてるっていうことと、はい、もう一つはまあ、ちょっと生クリームを入れて、あ、はい、濃厚さを出してる、あ、なるほどね、というところは美味しいポイントかなと思いますね。あんずるより食べるが安しで、あ、すいませんどうぞ失礼しました。はい、はい、がフローズンですね。フローズン、はい、はい、で、まあ、抹茶の長芋ジュースっていうものは、はい、まあ、長芋ジュースにするっていうのは結構イメージがつかないとは思うんですけども、はい、まあ、牛乳ですとか、はい、まあ、氷ですとか、あと、まあ、抹茶を入れて、はい、まあ、シェイクのような形で楽しんでいただくというものですね。で、まあ、少し若者の方をターゲットにしたものですので、はい、まあ、すっきり爽やかな、はい、まあ、感じが出るようには工夫しています。はい、分かりました。次に持田さんは、はい、もう一つの長芋ジュース、抹茶小豆味、抹茶小豆味ですか、はい、どんな感じのやつですか。はい、先ほど森田先生に紹介していただいた、はい、若者チームの長芋ジュース、抹茶長芋ジュースと似た感じなんですけれども、こちらはご年配の方々向けの開発チームということで、うんうん、抹茶それから小豆が入っています。と商品コンセプトは飲む長芋で、はい、と味はですね、と砂糖は全く使っていないんですけども、うんうん、はい、と抹茶と長芋と小豆の甘さがほんのり感じられて、とても爽やかな甘いドリンクになっております。はいはい、先日 の、 プレゼンテーションの際にやっぱりご年配の方飲んでいただいたんですけれども、はい、ちょっと砂糖がきつすぎるというようなことで ね、はい、その後改良を重ねていただいて、今回は小豆の味を全面に出して、はい、砂糖はなしということになります。砂糖なしで大丈夫、はい、大丈夫です、美味しいです、フリグッド、はい、okay、ぜひ飲みに来てください、はいはいはい、楽しみですね、はいはい、次に篠田さんじゃねえや篠田です長芋ジュースの黒蜜きなこ、はい、はい、黒蜜きな粉はですね、先ほどの抹茶小豆味と同様で、うん、商品コンセプトが飲む長芋です、ね、長芋、はい、はい、と味の方はですね、うん、きな粉の優しい味の後にちょっとほんのりと黒蜜の味も入っておりまして、いろいろと楽しめる味となっております、うん、あ、なるほど、はい、なぜそんなに美味しくできるんですか。何を入れてあるんですか。愛情を込めたから。そうね、そのポイントだよねそうですね、そうそうそう、それは持田さんのブログにも書いてありましたけどね、はいはい、そこがポイントです。一番はね、僕も飲食業をやってますけれども、やっぱりその時飲んでいただいて楽しんで、あ、よかったなってね、そんな顔をこう思い浮かべながらね、はい、うん、愛情を込めて作る、ここが一番のポイントですよね、うん、はい、はい、18日の本番に向けて、何を出してるんだ今日は全然ペース狂っちゃうそうでもないか、何ないですか、ちょっと見せて、ああ、おしめのね、おしめの、はいはい、わかりました、はい、なんせね、この子はね、AKB48 の大好きで、もう15分じゃとても足りなくて明日の朝までかかっちゃうという、くらいね、
大好きなんだよね。はい、わかりました。何か本番に向けてどうですか。これだけはぜひその伝えといて、こんなところを楽しみにしててほしいとか、はい、うん、ありますか。松代とブログを合わせて、うん、松代具というブログを私たち書いてまして、はい、最初の商品開発の段階から試作、はい、それからプレゼンテーションのことや9月18日の宣伝のことなどいろいろ書いてますので、うん、ぜひご覧ください。そうですね、はい、ちょうどね、私が担当しました第37回の7月の11日に立ち上げの日になりましたね、はい、松代と、ブログを合わせて松代ログという名前でできております。もうすでに早々に1000超えて、今は2700、ね、はい、先ほど見ました2700ですか。きっとこれ放送見ていただいてもうすぐ3000くらいになっちゃうね。もちろんですね、はい、ね、もちろんです、はい、月曜日は森田先生が担当で、寄稿されております。それから、水曜日と、金曜日、はい、森田さんが担当、はい、そうです、ね、水曜日。それから誰だったっけ、つかちゃん、つかちゃん、つか見てるよきっとね、つかちゃん、はい、金曜日は武田ゼミの学生が、うん、はい、書いてくださってますんで、そうですね、はい、本番に向けてまたプロモーションビデオも、出来上がりましたらまたお預かりをして、番組宣伝で松代テレビ局の方でも番組で見れるようにしていきたいというふうに、うん、思っております、はい、また日々の、ね、活躍を大いにそこで発表をしていただいて、はい、どんな味の改良になりましたよとかね、いうふうにね、してください、はい、それからそう、もう話終わっちゃったねそうでもないか森田先生、何か、はい、本番に向けて、もちろん意気込みはね、はい、いろいろ先ほどもお話をお伺いしておるんですが、まあ、そうですね、みんなすごく授業講義時間以外も、はい、街を歩いたりですとか、この街を体感した上で商品を開発したりルートを作ってますんで、うん、そのあたりは、まあ、期待していただいてもいいのかなっていうところはあります、はいはいはい、あと商品開発のブログにちょっと写真が少ないんですけども、うん、それちょっと熱中しすぎて私が写真撮るの忘れてたっていうのがありますんで、うん、全部私の責任かなというふうには思ってます。いや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 いはい、たくさんの人が、若い人もご年配の人も来てくれればと思います。そうだね、はい、いろいろまた18日の本番前12日の時に、最後また小沢先生や他の先生方、それから学生さんも来られるかな、はい、本番前の番組ということで一応予定をしておりますので、その際にまたカレーのことですとかね、ご紹介をしたいというふうに思っておりますということで、まだ時間ある AKB の話する、足りないですね、足りないね、はい、失礼しました、はい、そんなんでね、こんな形で皆さん頑張っておりますので、大いにご期待をいただいて、9月18日の、本番に向けてですね、B 松代の撮影コースは何人でも OK ということでお聞きしております。そうですね、はい、それから和菓子を食べるコースについては限定20名ですね、それから松代焼きを、作るコースについては限定10名ということで、はい、予定をしておるところです。まあ、それぞれ若干お金はかかる部分もありますけれども、ぜひ皆さん楽しみに、たくさんの方がお見えいただくように、これもブログでまた募集というか告知されるんですよ ね、 そうですね、当日18日の朝、はい、松代城でね、はいはい、募集もいただいて、そこでご案内をしていくというような段取りになっております。また小沢先生、 18日本番ですけど、12日の日にはねまたぜひ来ていただいて、カレーのお話もねその時に、していただきたいと思います。
ということでお願いいたします。お送りしました第41回のしゃべくり松城、いかがでございましたでしょうか。こんなにね、あの松城の町のことを考えて、学生さんたち頑張って、応援してくれてます。松城の皆さんも頑張って町づくりに、大いに力を発揮していただきたいというふうに思います。本日は、森田ゼミの皆さんをお迎えしましてしゃべくり松城をお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、来週のしゃべくり松城、はいね、今ね、生放送で出ましたけどね、いやすごい、ちょっと合ってない、すごい人気ですね。そうですね、いや素晴らしいですね。いや人気、なんかどっかにテレビ出てる、今日かっこいいでしょ。いやネクタイなし、久々にっいい、ね、どうしたんですか。今日は、今日はどうしたんですか。あ、かっこいい。あ、実はね、これはあの来週の予告放送の、あ、予告放送、はい、本題に入ります、本題に本題に入りますからね、はい、はい、ということで、来週はですね、はい、お盆の15日と15日ということでですね、はい、ちょっと趣向を変えていきたいと思いますね、はい、パーソナリティはどなた。パーソナリティは三田さんなんですが、うん、あの秀英高校の教頭先生があの大本営のことについていろいろお話をしたいということで、うん、ある程度もうお任せしちゃって。なるほど、実はあの秀英高校ご存知だと思うんですが、学校を挙げまして松代大本営のことをずっと長年、あのあれですよね、やってらっしゃいます。じゃあその土屋先生を中心に出ていただけるんですか。そうですね、あのなんか学生さん来るかどうかちょっと共同研究班の皆さんもっていう話なんですけど、うん、なんかその話してましたけれど、ちょっと私も詳しく、先週たまたまこちらスタジオ行きましたらね、うん、あの京都先生来られて、うん、実はねなんて話から始まってね、それはまた本番でということでお話をしたんですけど、まあそうは言っても内容的にはちょっとこうお話、どんな内容なんですか。ね、やっぱり地下壕の話なんですけど、いろいろその強制労働とか悲劇的なのお話もありました。でもまあそればっかりじゃない、なかったんだよって、もっとね、あのいわゆるまあ美談と言ってはいけないんですけど、ご苦労された、あ、そのなかなか明かされなかった部分、今だからなんていうようなお話もねされてました。私も詳しくはよく分かりませんが、じゃあ違う切り口というか、そうですね、側面からこう研究されてることを発表してくれる。そうですね、そんなようなことをおっしゃってましたので、うん、私たち松戸に住んでても知らないこといっぱいあるからね、うん、そうですね、うん、じゃあ本当に来週楽しみですね、お盆。そうですね、お盆特集でございます。お盆特集、30分ですね。そうですね、ちょっと延長してというふうに言ってましたので、ね、はい、普段は15分なんですね。そうですね、普段15分です、ね、当日は30分番組、30分番組そうです、ね、持つかなって言ってましたけど、十分だと思いますけどね。もう持ちすぎるんじゃないですかね、1時間も喋っちゃうからね、途中でやめてもらわなきゃいけない、ね、誰かと、ね、はい、分かりました、はい、ということで、それでは来週しゃべくり松城、お楽しみに。はい、お楽しみに。松代、あなたの街、それくり松代、また見てね。
NHK 連続テレビ小説、あまちゃんのヒロインのうねんれなさん、20歳が2013年9月20日放送の NHK の情報番組、朝一に登場し、かねてから噂されている、天然ぶりを遺憾なく発揮しているとネットで話題になっている。のうねんさんといえばヒロインに決まった時に NHK での記者会見の受け答えが意味不明で、挙動も不審だったため、この子で大丈夫なのか、と騒がれた。共演者の古田新さんから脳みそが足りないことを指す、脳足りん呼ばわりされたと週刊誌にも書かれていた。番組に登場したのうねんさんは肩をすぼめるようにしてかなり緊張気味だったが、透き通るような笑顔は絶やさなかった。極度の人見知りであると紹介され、アマちゃん出演者に対しても何も言えずに固まってしまったり、終盤に近づいても撮影になれなかったという。番組司会の井ノ原さんにどういった空間にいると落ち着くのか、と聞かれると、おうちと答え。一人でいる時にもうだらっとしていて、生ゴミみたいです。誰にも見せられない。と説明し、生ゴミ。と井ノ原さんを絶句させた。このような、放送事故レベルの、朝一の会話をお楽しみください。もう、なんか台本を読むものだと思って行ったら、うん、なんか、あの封筒を渡されて、その中に、あの、ヒロインはのうねんさんに決定しましたっていうのが入ってて。封筒の中にその紙が入ってたの？サプライズみたいな感じで。その時どう思いました？全く気づかなくて、こんな台本なんだと思って。ちょっと待ってください。そんなセリフだと思って読んだんですか？読んで、読んでも気づかなかったの？気づかなかった。それでどうなったんですか？読んで気づかなくて。もう一回読んでくださいって言われて、何度か読んで、のねさん決まりましたって。自分でのねさんに決まりましたって言ったのに気づかなくて、何度か読んだの？何度か読んで、あのプロデューサーさんの方からのねさんに決まりましたよって言われて、あっって。これ仕掛けた人もね、そうなんだって思ってもらうと思ったら普通に読まれるみたいな。そこまでとは思わなかったですよみたいな感じですよね。もうそれって、その後ってどうなるんですか？例えばよく記者会見とかやるじゃないですか。もうなんかすぐ、その日ではなかったんですけど、すぐに、その後バタバタバタっと始まるんだ。じゃあもう心の準備どころの話じゃないですね。そうですね。言われても気づかなかったんだもんね。すごい緊張して会見でこけちゃいました。こけたんですか？こけました。どういうところが？階段があって、あの壇上に登るときガタンとか。本当にこけたんですよ。今なんか会話でこけたのかと思ってじゃなくて、本当にもう緊張しすぎてこけちゃったんだ。でそれからもう今みたいに、あの急にもうじゃあ練習しますっつって、でもいきなりその水泳の潜水の練習を始めて、でもあの演出部によりますと、のうねんさんがあの潜ることも含めて頑張るので、ついついその演出側も夢中になってカメラを回しすぎたと、回してしまったということなんですけど、なんかあの潜り始めは大丈夫、疲れてないって、あの監督が声をかけてくださったりしてたんですけど、だんだん井上さんが映像に夢中になってきたの。井上監督、井上監督が夢中になってきちゃって、なんかもっともっとって大丈夫大丈夫って最初は優しかったのに、もっともっとって言い始めた。もうちょっと上がるなって。これ井上さんやばいよ。これ国民的な今アイドルですから、スパルタ監督だと思われますよ。あのその潜ることについてもですね、30代の男性の方はハンドルさんですが、僕は北三陸高校潜水土木科の作業服の姿がかっけーと思いましたが、アマちゃんの劇中ではいろんな衣装がありましたが、どれがお気に入りですか？どうね、南部潜りの衣装すごく好き。あのこれでかいやつ、はい、すごい好きです。あれがお気に入りだったんですか？タネイチ先輩が頭ポツンってなるやつでしょ、そうそう、頭ポツンってなるやつ、ね、他にもさ、いろいろあったじゃないですか、あのアイドルの衣装とか、アマちゃんの衣装とか、そんな中であれなんですか？好
好きです。あ、でもハチマキ、北のアンマのハチマキが、うん、でもやっぱり一番好きです。ハチマキ姿のやつね。ねえ、それから、ね、結構たくさん来てるんだけど、もう一個、アマちゃんはパロディネタなどの小ネタが大変多い作品だと思いますが、うん、ノーネンさんは台本をお読みになって意味がわからない時はありましたでしょうか。どうでしょう。でもそうですね、世代的にわからないようなこととかもあったんじゃないですか。80年代の話題とかも結構出てきたじゃないですか。そうですね。ああいうのってどうしてたんですか。一応調べたりして、うん、お母さんに聞いたりとか。それはなかった。そうですね。それはなかった。あんまりなく、なんか調べて、自分で調べて、見して、うん、あ、そういうことなんだって一応理解しながら、もう世代は違えど新鮮な感じでした。あ、そうです。確かに見てると、うん、分かって言ってんのかなとかっていうこともありましたよ ね、 ね、 確かにね。でまた命がいちいち説明してくれたりするんですよ、みんなで見てる時に朝